はい、皆様こんばんは。仏教神話研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。元創価学会員永井秀和氏が週刊新潮で池田大作氏と創価学会の実像を告発とことがありまして、この内容についてですね、検証をしてみたいと思います。はい。で、永井秀和さんという方なんですけど、この方、タレントの方でございますね。はい。1970年生まれの現在52歳。で、お父さんは、武蔵村山市の元公明党市議会議員の永井隆夫氏であるということでございます。はい。で、永井秀和さんは、草加小学校から草加中学校、そして草加高校、そして草加大学というね、もう、草加学会一筋のルートを歩まれた方で、1992年に芸人としてデビューされて、2003年頃からですね、あの、間違いないってね、間違いないって決め台詞で、ブレイクしたタレントさんでございます。はい。で、まあ、2回離婚されたり、あるいは単身でニューヨークで語学留学をされたり、あるいはマスコミでですね、まあ、不倫疑惑報道などなどがあったわけでありますが、まあ、そういったことを経過してですね、2012年に創価学会を退会されたと。はい、辞めたわけですね。で、2021年に政治団体を設立されて、なんか、西東京市議会議員選挙に立候補するということで、現在準備中ということでございますね。はい。で、この永井秀和氏が、週刊新潮で、創価学会、池田大作氏の実像を告発したということですね。週刊新潮の11月24日号でございます。これでございます。はい。永井秀和さんが告発されている記事はこれですね。はい。こういうふうに載ってます。はい。ちょうど26ページ、27ページ、28ページ、29ページのところですね。はい。こんな形で載っております。永井秀和氏は、まあ、今回はこう週刊新潮で、こういう告発記事を書かれてますけども、まあ、なんか YouTube などでもですね、創価学会の内情についてですね、いろいろ発言をしていらっしゃる方でございますね。はい。で、今回はこの記事の内容について、その、検証してみたいと思います。はい。で、永井秀和さんは、その、子供の頃に創価学会に入信した、いわゆる2世信者の方ですね。で、2世信者の方なんですけども、創価学会を辞めたケースとして、まあ、ここに上がってるわけですね。まあ、2世信者の方で、なかなかこの創価学会を辞めることについて踏ん切りがつかない方がいらっしゃるようなんですが、まあ、永井秀和さんは、やっぱり退会されたということでございます。はい。でですね、まあ、永井秀和さんは、まあ、創価学会出身のタレントということで、いわゆる有名ですね、創価学会の芸術部にいらっしゃったんですね。で、創価学会の芸術部にいた頃は、いわゆるその広告塔のタレントとして活躍していらっしゃったと。で、まあ、この記事の中にも載ってますけれども、その、創価学会の外に、人に対して、その、釈伏とか布教活動するのに、まあ、池田大作氏のこととか、教義のことを言ってもわからない人が多いから、その、広告塔のタレントを使うとわかりやすく、その、人が入ると、いうことですね。例えば、その、久本雅美さんが創価学会にですよ。柴田理恵さんが創価学会にですよ。山本凛太さんが創価学会にですよ。という話をしたら、その、入るケースが多いと。いうことを言ってらっしゃるわけです。はい。で、その中でも、久本雅美氏の出没率が非常に高いということを言ってらっしゃって、永井秀和さんがですね、この久本雅美氏を創価学会の会長にしたら、人がもっと集まるんじゃないかっていう、そういうことを言ってらっしゃるんですよね。
ああ、そうですね。まあ、これ、半分皮肉が入ってんじゃないかと思うんですけどね。はい。まあ、今のね、創価学会の最高幹部見てても、なんか 本部幹部会の動画なんか見ててもですね、こんなんか、作文激飛ばしといて、そんな作文成果が上がるような人に見えないですよね。はい、それだったら、久本雅美さんを会長にしたらいいんじゃないかっていうね。はい。これ、皮肉で言ってらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。はい。まあ、そんなことを言っていらっしゃるわけでございます。で、永井秀和さんは、創価学会の芸術部時代でも、創価学会に対してネガティブな思い、だから批判的な、感情ですね。あるいは意見が、55%ぐらいあったっていうんですよね。はい。で、なんでそういう批判的な意見を持つようになったかっていうと、いわゆる生身の池田大作詞。まあ、要するに池田大作詞とよく、永井秀和さんは会う機会がたくさんあったというわけですよね。生身の池田大作詞と、創価学会の組織の中で、池田氏のことをいろいろ流してるわけですけれども、その組織の中での池田大作詞の姿のギャップがあまりにも多いと、大きいと、いうことを言ってらっしゃるわけです。で、まあ、これについてはですね、まあ、過去に、たくさんの人が、この創価学会の大会理由として挙げていらっしゃいますよね。はい。まあ、これは私もいろんな方から聞いてます。はい。組織内で、池田大作氏の、指導とかですね、あるいは、いろんな、なんか 未必要な生活してるとかですね、なんかそんな話を、流してるわけですよね。でも、本部幹部会に行ってですね、池田大作氏の生身の姿を見たら、なんちゅう人なんだと、この人は、と 言って、創価学会を辞めた方がですね、結構たくさんいらっしゃるんですよね。あるいは、池田大作氏が、実際のスピーチと、政教新聞に載ってるスピーチの内容は違うと。なんか、いろいろ綺麗なことを、政教新聞では書いてあるけれども、実際にはなんか、壇上でですね、その創価学会の幹部を罵倒したりですね、もう好き勝手放題なことを 言ってると。この人は一体何ちゅう人なんだって言って、創価学会を辞めた人がですね、もう結構私来ましたね。もう特にね、90年代から2000年代の頃、やっぱりそういう話聞きましたよ。はい。もう池田大作氏が、本部幹部会で会見をぐん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 上げていた時期でしたからね。はい。まあ、だからこの辺のところもですね、まあ、過去に私が聞いた話と非常に被っておりますね。はい。はい。それで、まあ、55%ぐらいの ネガティブな思いがですね、まあ100%になったきっかけっていうのが、2007年の夏だったと。その時に創価学会の最高幹部の人が永井氏の目の前で、池田大作氏の悪口を連発していたということですね。いろんな批判的なことをガン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 言っていたと。それでもう信仰心がゼロになってしまったということですね。それで永井氏は、自分でいろんな創価学会のことを調べてみたと。まあ、いろんなね、過去の政教新聞とかですね、まあいろいろ調べたんでしょう。そしたら出るは出るはデタラメのオンパレードだったと いうことですよね。はい。いうことで、永井氏は信仰心がなくなって、2010年に、まあ、創価学会を退会されたと、まあこういうことのようでございます。はい。それから創価学会の財務について、永井氏がいろいろ発言をされていらっしゃいます。財務の金集めは、まあ、今でもですね、総額で1000億円以上あるんじゃないかというふうに、まあ、これは推測で言ってらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。おっしゃってます。で、
これはですね、バブル景気の時期もですね、これはマスコミ報道で、まあ私もいろいろ見たんですけど、当時はね、3000億円って言われてたんですよ。で、その後、まあ、日本がデフレ不況の時代に入っちゃって、まあ、収入も少なくなったんでしょうね。まあ、それでも1000億円以上あるっていうんだから、これはまあ、大変な金額ですよね。はい。そうしてですね、今度は、財務の目安について、長井氏が言ってらっしゃるわけです。財務の目安は収入の1割で、まあ、長井氏はこれを宗教統一だと。統一ってのは、その昔の高利貸しの10日で1割っていう。まあ、昔の話ですけどね。そういう高利貸しがいたんですよ。で、統一って言ったんですけどね。その宗教統一だというふうに呼んでいたと。はい。で、長井氏のご両親も、もう今まで、トータルで数千万円の寄付をしているんじゃないかということを言っていらっしゃるわけですよね。はい。で、これについてなんですけども、創価学会は、2022年11月25日付の政教新聞で、1割目安の指導を指定してる、見解を出してるんですよ。それはどれかっていうと、これですね。2022年11月25日付の政教新聞のこのちょうどここのところ、ここに載ってます。はい。ちょっと読んでみますね。創価学会。悪質な虚偽、偏向報道で週刊誌2紙に厳重抗議ということで、まず週刊新潮についてこんなこと言ってます。週刊新潮、括弧11月24日号の虚偽報道に対して、創価学会は24日、発行元の新潮社などに抗議書を送付したと。記事には、学会の財務について額は概ね収入の1割が目安などと記載しているが、もとより、学会が会員に対してそのような指導をしたことは、など一切なく、全くの事実無根であると。こうした記事は、学会と統一教会を同一するものであり、学会の名誉を著しく毀損することから、謝罪及び訂正を求めたと。こんなこと書いてあるんですよね。で、該当箇所が、どこかっていうとですね、この記事の、ここのところですね。29ページのちょうど上の方に書いてあるわけです。ちょっと読んでみると、こんなこと書いてあるんですよね。学会側が明言することはありませんが、財務の額は概ね収入の1割が目安と言われています。10日で1割の高利貸し、統一にちなんで、私は学会の財務を宗教統一と呼んでいますが、収入が低ければ低いほど当然負担は大きくなる。うちの両親でもすでに総額で数千万円の寄付をしていると思いますよ、というふうに書いてあるんですけども、そんな創価学会がその収入の1割を目安にしろっていう指導したなんて書いてないんじゃないですかね、これ。学会側が明言することはありませんがっていうふうに 書いてあるじゃないですかね。なんか、こじつけでなんかこんなこと書いてるように私には見えるんですけどね。いかがでしょうか。はい。ということを申し上げたいと思いますね。はい。で、もう一つあるんですけれども、長井さんのご自宅にはですね、仏壇が3基あって約2000万円っていう数字が出てるんですよ。で、それはね、どこかっていうと、またここのところに載ってますね。はい。ここ。はい。なんて書いてるか、ちょっと読んでみますね。例えば、高額な学会専用の仏壇を3基も購入していて、仏壇関連だけで約2000万円。統一教会の100万円の壺なんて安すぎて、多くの学会員はピンと来ないんじゃないでしょうか、と。いうことが書いてあるわけですよね。はい。で、これについても創価学会は抗議したということで、これがですね、その抗議書の写真が、永井秀和さんのツイッターに写真が載ってるんですよね。はい。ちょっとそれ引用させていただきたいと思うんですけどね。こんなことを言ってますね。先ほどね、宗教統一の話はしたんで、ちょっと別のね、この仏壇のところをちょっと読んでみたいと思うんですよ。このね、抗議書、創価学会が、その永井秀和さんにも抗議書を送ったらしいんですよ。
で、その講義書にはこんなことが書いてあるんですよね。また本件記事の込み出し仏壇に2000万円クエスチョンマークに符合する内容として、貴殿は長井家が例えば高額な学会専用の仏壇を3基も購入していて、仏壇関連だけで約2000万円、統一教会の100万円の壺なんて安すぎて多くの学会員はピンとこないんじゃないでしょうか、との発言をしています。しかし、今般、貴殿のご家族に確認したところ、長井家が高額な仏壇を3基購入したという事実自体がなく、仏壇関連で2000万円支出したとの事実もありませんでした。ご家族によれば、2階の今、居宅にある仏壇は他人から譲り受けたものであり、3階にある仏壇だけが長井家で購入したものであるとのあるところ、その額も145万円であって、本件記事の内容は1桁間違えているとのことでした。貴殿の上記発言は、統一教会の100万円の壺と対比させる形で、先の仏壇話を取り上げており、あたかも当会が会員に高額な仏壇を購入させているかのような印象を与えていますが、そもそも当会は会員に仏壇を販売することはやってないと。なるほどね。なんか、こういうふうに書いてあるんですよね。はい。で、これなんですけどね、この記事、週刊誌の記事には、まあ確かにね、それは3基購入したって書いてあるんだけども、仏壇関連だけで2000万円って書いてるわけ。仏壇が2000万円したって書いてないじゃん、これ。ね、仏壇関連でしょ？で、仏壇関連って言うと、例えばよ、仏壇の中には、マンダラ本尊が祀ってあるわけですよね。で、そのマンダラ本尊を、その、かぶさる時に、やっぱりお金を納めるわけですよね。まあそれが一つあるでしょ？それからね、この、長井さんのお宅は、その子供の頃から信仰道場だったと、この記事に書いてあるんですよ。うん。ここに書いてあるでしょ？なんせ自宅は信仰道場と化していて、日々学会員が集まっていたんですからと。自宅があった武蔵村山市には当時学会の会館がなかったと。だから何か、あると、じゃあ、長井邸となるんです。まあ、長井さんのお宅で、その会合をやりましょう、ということですね。はい。で、当時、3階建ての家に住んでいたんですが、東京都内で3階建ての家って言ったら大変なお宅ですよね。はい。20畳くらいある3階部分は壁がぶち抜かれ、2階部分も半分くらいは学会のために使われていた、ということですね。携帯電話どころかポケベルもない時代ですから、それぞれの使用連絡や選挙、酒袋の電話作戦のために、3階にはピンク電話まで設置されていました、ということですね。ピンク電話っていうのは私も見たことありますよ。創価学会のね、当時のその個人の拠点に行くとピンク電話が置いてあるところって結構私見ましたね。これ何ですかって聞いたらば、みんな個人のうちの電話をタダでかけるから、ピンク電話を置いてあるんだっていうふうに、創価学会のその幹部が言ってたの。はい。だからこの長井さんのお宅も、そういう創価学会の会合をやる拠点だったわけでしょ。だから、創価学会のために、今ここに書いてありますよね。3階建てのお宅で20畳くらいある3階部分の壁がぶち抜かれていて、2階部分も半分くらいは学会のために使われてあったんでしょ。だから、まあ、改装かなんかしたんでしょうね。ただ、そういうお金も入ってるんじゃないのこれ。私はこれ、まあ、読んだ限りにおいてはそういう印象を持ちましたけどね。で、ちなみにね、まあ、私も、まあ、何年前だ ?7 年前かまあ、石川県に、まあ、うちを、土地買ってうちを建てたわけですよね。ああいう地方でも、やっぱりうち一軒建てるのに、やっぱり3000万以上、3000万以上のお金かかりましたよね。ましてや、東京都内で、そういう壁をぶち抜いて20畳の部屋を作るってなったら、それはお金かかると思いますよ、これ。
東京都内のお宅ですからね。だから、この仏壇関連でっていうふうに書いてあるんだから、多分ね、こういう費用も入れて売ってんじゃないですかね。で、それをね、仏壇の金額が140万円だから、事実に反するっていう言い方は、私読んでておかしいんじゃないかなと思いましたけどね。おかしいと思いますよ。これは論点のすり替えなんじゃないでしょうか。というふうに私は思います。それから、創価学会はさっきの抗議書で145万円の仏壇っていうことを、は認めてるわけですよね。仏壇は145万円したって言うんだから。そしたら、霊感、統一教会の霊感情報でなんか100万円の壺っていうふうに言ってるわけで、100万円の壺よりも高いじゃないですか。そうしたら、じゃあ、統一教会の霊感商法と、じゃあどこが違うんですかって話になるんですよ。だから、私がこれ読んだ印象としてはですね、統一教会霊感商法そっくり賞なんてやったらですね、おそらく創価学会が優勝するんじゃないかなっていうふうに私は思いましたよね。と思いました。はい。だから、こんなね、公演者でこんな変な、仏壇が145万円だから、書いてる内容が違うとかなんとかっていうのはおかしいと思いますけどね。というふうに私は思いました。はい。それからですね、創価学会、永井さんは、この週刊誌の記事の中で、創価学会の功徳信仰、ご利益信仰について、述べてるわけですね。はい。で、ここでこんなことを言ってるんですよ。ダイエットでも育毛剤でも50人に1人成果が出たら効く薬になっちゃうんだと。だから、創価学会の功徳も同じだと。だから、50人に1人、その功徳が出たらそれでいいんだっていうようなことを言ってるんだけど、これはまあ、私ちょっと初耳だったんですけどね。でもね、その功徳がうんぬんかんぬんっていうのは、まあ、過去動画で検証しましたけれども、まあ、これはプラシボ効果じゃないかっていうことを前から言ってるわけですよ。はい。そしたらこれ、功徳がどうのこうのって言うんじゃなくて、プラシボ効果だっていうことを、私は言うべきじゃないかというふうに指摘をさせていただいてるんですよね。はい。それが一つです。ほら、もう一つはね、じゃあ、仮にですよ。仮に、50人に1人功徳があったというふうに、なことが事実だとしてもよ、残り49人は功徳はないってことになるんだから、功徳がある功徳があるって、いや俺功徳やったけど功徳ないじゃないかっていう話になって、やっぱり49人の人は普通に考えれば不信を持つんじゃないですかね。でこれがね、いわゆる創価学会を恨んだり脱会につながっていくという流れの発端の一つになってるんじゃないですかね。だから、50人に1人功徳があればいいっていう、のはおかしいと思いますよね。そもそもですよ、創価学会は、前々から言ってますけども、1人も置き去りにしないっていうことをですね、まあ、政教新聞で言ってるわけでしょ。ってことは、1人も置き去りにしないっていうことは、50人のうち50人が全員、その、ご利益信仰に満ちてる功徳があるっていうふうにならないとおかしいんじゃないの？と思いますけどね。だから、50人に1人功徳があればいいんだっていう考え方でやるんだったら、1人も置き去りにしないというスローガン、こんなスローガン言うのは、おやめになってもいいんじゃないですかね。というふうに私は思います。いかがでしょうか？創価学会さん。いうふうに私は読んで思ったわけでございます。それからですね、永井さんは、創価学会による脱会阻止の様々な圧力とか妨害行為について、いろいろ言及していらっしゃいます。まあ、これは最後の方ですね。この松谷に至るまで福岡っていう、ここの後のところでございます。はい、ここにどういうことが出てるかっていうと、家族が全員創価学会員の場合は途方もない精神的な負担があると。あるいは家族関係の断絶が生まれていると。まあ家族関係の断絶が生まれちゃったらやっぱりかなりの精神的な負担が生まれると思いますよね。はい。
いうことがあると思います。それから創価学会の活動歴が長ければ長いほど村八分状態になる。まあだから創価学会の活動が長い人は自分の周りにいる人はみんな創価学会になっちゃうわけですよね。で創価学会を辞めるっていうになっちゃったら、なんだっていうことになって、その村八分状態になって孤立してしまうということで、精神的な負担が生まれるということを言ってらっしゃる。それから創価学会を辞めるってことになったら、その周りの創価学会がですね、やはり仏敵だの、第六天の魔王だの、図派七部だの、松田山でも不幸になるだのっていう、そういうですね、罵詈雑言の言葉をですね、浴びせつけてくると。まあ、これもかなりの精神的な負担につながっているということで、まあ、こういうね、創価学会によるこの脱会阻止活動ですね、これはもう前々からこれは大問題があるんじゃないかということを指摘させていただいてます。で、これは憲法20条違反であり、国際人権 B 規約18条違反だということで、もうこれも過去動画で、検証してますね。はい、で、まあ、再訴リストを作ってありますんで、そちら関連動画としてこちらタップしていただきますと、ダーッと関連動画、関連再生リスト出てきますんで、そちらに入ってますんで。はい。そちらで、チェックをしていただければと思います。はい。ということで、今回の動画はですね、週刊新潮の11月24日付の後に出たですね、永井秀勝さんの創価学会と政治献金2世問題についてですね、まあ、告発をしていらっしゃる記事が出ましたんで、その内容について、検証をした次第でございます。はい。はい。ご覧になられます皆さんはどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。